Why did never give up? はい、どうももちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日もなんか地元はいい天気でですね、すごくまあ過ごしやすい一日となっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということでね、今日はですね、まあ4月になってからの、ライブ情報というか、まあ暖かくなってくるといつもそうなんですけど、まあ演奏が増えてくるというのが、まあ、コロナになる前の、まあ、話ではあったんですが、ここ数年はね、なかなか難しいところありましたけども、やっぱり徐々にね復活しつつあるのかななんて思ってるんですが、早速ですね、4月5月とどうやら演奏できそうな感じになってきましたので、ちょっとお話ししたいななんて思ってるんですけれども、まず4月はもう2日もう今週の日曜日なんですけども、こちらあの野名の方でですね、演奏させていただけることになったんですが、まあ元々は僕は、まあ、見学というかお客さんとして行く予定だったんですけれども、まあ、せっかく来るんだったら数曲歌ってもらって大丈夫ですよという お心遣いをまあいただきましてですね、今回、まあ、出させていただくことになりました。どうやらもうチケット的なもの、今回はお食事をしながらですね、ライブをするというものになっているようなんですが、どうやらもう、席は埋まっているということで、いやすごいですよね。去年お知り合いになった方なんですけれども、がブッキングをされているんですが、まあ、席はもう埋まってしまったということで、まあ、ちょっと新たに来ることはちょっと難しいという感じになっているんですけれども、うん、いやなんかすごいなっていうのと、まあ、やめという場所で演奏したことは一度も、まあ、実はありません。なので、これね、どんなお客様がいらっしゃるのかも、まあ、全く想像つかないんですけれども、まあ、こう限られた時間で、まあ、私ができることってまあ何なのかなっていうところをまあ踏まえた上で、なんとか盛り上げることができればななんて思っておりますので、皆さんぜひ応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。そして、5月なんですが、ちょっとまだ日にちは未確定、まだ確定はしてないんですけども、5月にいよいよ私の、メインバンドでもありますステップアップの演奏ができそうだなという流れになってきています。はい、まあ、例年ここ最近はねちょっと寒い間はあんまり集まることがない感じのステップアップ、今年もそんな感じになってしまいましたが、5月にですねどうやら演奏する機会がありそうです。こちらもちょっと決まり次第ご連絡をさせていただければなと。こちらも食事と演奏っていうような感じになるんじゃないかなと思います。なので、まあちょっと告知があるまでちょっとお待ちいただければななんて思っております。よろしくお願いいたします。まあちょっとその兼ね合いで配信ライブがですね、ちょっとなくなってしまうわけなんですけど、ちょっとそこをね、まあちょっと申し訳ないなと、まあそれプラス私自身が寂しい。っていうところもあるんですけれども、ぜひちょっとまたの機会、来週はきっと何もなければできるのではないかなと思いますので、首を長くしてねお待ちいただければななんて思っております。なんとなくなんですけど、今年はいろんなところで演奏する機会増えるのかなって、ちょっと わかんないですよ。まあ、こればっかりはもう誰にもわからない、わからないですけど、まあ、可能性は結構あるのかななんて思ってます。まあ、そうなってきた時には本当にあ、そう、
わかんないですよ。これちょっと予想の話だけさせてくださいね。県外も行けるのかななんて思ってます。というのも、今年は確実にその私自身が県外に出かける機会が絶対にあるんですね。その時にどうせ行くなら演奏もしたいなーって思ってます。まあなので、ちょっとそこら辺うまくスケジュールを組めたらですね、いいかなと思っています。候補としては名古屋、名古屋ではまあしない、名古屋に行く用事があるんですよ。名古屋ですることはないと思います。そのつながりがないからですね。なのでそうなった場合はついでに大阪に行きたいなーなんて思ってます。その時にはホスペラーズの皆さんとかと会えたりすると嬉しいかなーっていうのがちょっと僕の中でまああります。皆さんにもちょっと相談をして、何かできればなーなんて思ってますので、ちょっとまあそれはお近くにお住まいの方、特にまあ関西圏の方ですかね、そちらはちょっとお楽しみいただければななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。まああとはちょっと純粋に配信でも盛り上がっている鹿児島遠征の件、これはどうなんでしょうね。ちょっとその行けるのであれば話を詰めていって、回って行けたらななんてこれも思ってます。今のところこの2つぐらいかな。これがまあなんか形になってなかなかお会いできない方と会えたら嬉しいなーなんて思ってますので、ぜひねこの機会をお見逃しなくみたいな感じで思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。僕もねあんまりやっぱまあ仕事柄出かけづらいっていうのは正直あるんですよ。夜はもうほぼほぼ教室にいるわけですから、でやっぱ仕事帰りにね来られる方多かったりするんで、なかなか抜けられないし、一日出かけられたとてね泊まったりしないといけないんですから、まあ、難しいですよね。なのでちょっとねなんとか実現できればななんて思ってますので、その時はぜひ皆さんお会いしましょう。僕も楽しみにしています。はい、なんで今年はちょっとね例年と違った活動ができたらいいななんていうことと、間近にライブが迫っているよというお話をさせていただきました。20周年ということで、今年は例年以上に頑張れたらなと思っておりますので、皆様の応援をよろしくお願いいたします。ということで本日はこの辺で失礼いたします。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。